エファ、ワーグナー・パスキエとカタリーナ・ワーグナー、2009年、バイロイト音楽祭にて、エファ・ワーグナー・パスキエを得て、多数決で、採用決定となった。二人のうち、エファの契約は2015年シーズンをもって、終了となった。北バイエルン伝令紙面で、自発的な辞任を発表し、運営委員会には、2015年9月からは、アドバイザー契約とするよう依頼しましたと述べている。 辞任の理由としては共同運営の難しさを挙げている。夫は映画監督のイブ・パスキエ。1982年、息子のアントワーヌ・アマデウス・パスキエが誕生。アマデウスはモーツァルトにあやかったとしている。2021年8月29日、現在住まいがあるミュンヘンのイーザール川で漂っているところを発見された。ヘルツォーク・ハインリヒ教に引き上げられ救命措置を 行われるも、すでに生きえていた。ありがとうございます。